こんにちは、ヴィンセントです。今回はシバドラ降臨とかね、この降臨シリーズが今スタミナ3分の1で回れるんで、久しぶりにねちょっとやってみようと思って最新編成を組んでみたんですけど、増白点をね2打チェンしてリーダーで使ってみたらちょっとやばいぐらいの火力でねめちゃめちゃ簡単だったんで、ちょっとねまだ毛嫌いしてやってない人とかはぜひこの機会にねやってみてください。ではまずはトラファルガーローで、一番右のサブを入れ替えるというので採用してます。持ってない人はねそういった、一番右のサブを入れ替えるっていうので使ってもらうといいと思います。で目覚めはね別になくてもね OK です。でネズコは覚醒無効が解除できるからと思って最初ね採用したんですけど、よく考えたらね別にこれ覚醒無効いらなかったんで、どちらかというと悪魔タイプ持ちで火力出るキャラクターっていうところでね採用してもらえばいいと思います。で天使の悪魔は、悪魔タイプも持ってて、でとにかくルーレットループがね強いんで採用してます。で増白点ですね、このキャラクターをリーダーで使っていきます。でおすすめの潜在はね無効貫通となってます。これでねより簡単に立ち回ることができます。ではやっていきたいと思います。はい、ではまず1回走です。1回走の時点でスキブがねまだ、増白点の変身まで5ターンかな、結構あるので、ヘパイストスドラゴンのヘイストをねもらっていきます。で天使の悪魔を使ってルーレットを書き換えて、でローでリダチェンかけていきます。であとね1ターンすると増白点がね使えるようになるので、はい、まあ、1ターンは適当に消してもらって、はい、でここで使っていきます。でもここで攻撃してってもいいんですけど、今回は一旦ねとりあえず回復してから攻撃しに行ってます。で基本的に道中なんですけど、もう増白点の火力だけで倒していくんで3色ですね、3色消してもらえれば OK です。はい、なんで一応これね、まあ、動画だし、頑張ってね一応組んではいるんですけど、3色組んでもらうだけでもう増白点ね普通に乾燥していくので余裕で倒すことができます。なんでめちゃめちゃ本当に簡単ですね。本当はねヘパイストスドラゴンの火属性だったりだとか、あと神タイプっていうところと合わせた方が火力は出るんで、本来そうやって組む必要性はあったんですけど、もうね関係ないですね。増白点の、火力覚醒だったりだとか、もう一人のね、リーダースキルだけでも十分強すぎて、はい、もうこんな感じでも余裕でねめちゃめちゃ簡単に敵を倒すことができます。はい、で3回走も、攻撃力ね半減とかしてくるんですけど、もう完全にね無視で OK です。はい、まあ本当にね3色組んでもらうだけで全然大丈夫です。でロックとかもね全然解除する必要ないんで、はい、もうこの辺も無視でいいですね。はい、でここは、吸収のねスキル必要なんですけど、増白点のスキルに吸収対応できるスキルがついてるんで、はい、増白点使って倒していきます。なんでここを吸収のスキル持ってくる必要もないし、でもっと言うと次の階層無効貫通貼られるんですけど、一応これ多色のね編成なんで、全色組めば、増白点のね無効貫通の潜在で倒すこともできるし、もっと言ったらスキルがね溜まっていれば増白点のスキル使って倒すこともできるという感じになってます。でここ一応全色組もうと思うと56番面っていうよりかは76番面の方がね強いんで、天使の悪魔をここで使ってその方がね簡単に全色組めるんでと思ってやったんですけど、一応ねボス戦をなんて言うんだろうな 95% 激減からワンパンで倒すっていうのをね今回ちょっとやったんですけど、それをしようと思うと天使の悪魔はもうちょっと前の方で使ってボス戦で天使の悪魔を使えるようにしとくっていう風でもいいと思います。はい、まあ別にね全然そんな難しいことじゃないんで、好きなところで使ってもらえれば OK ですね。はい、であとはね後半の方は勝手に76番目にこの敵がしてくれるんで、前職も組みやすいんじゃないかなと思います。なんでバッジはね操作時間伸ばせるバッジの方が安定するんじゃないかなと思いますね。であっという間にボスとなってます。はい、でボス戦は
ここ覚醒無効のスキルを別に使わなくてもいいので、シバドラでとりあえずね、あの激減だけ貼ってもらって、で適当に組んでもらえればいいんですけど、別にね、あのこんな普通に組む必要なかったですね。軽減、あの何色以上組まないと軽減みたいな感じの条件はないんで。ただ、シバドラだけ使って1個消すとかしてもらって OK だったですね。はい、でここで、ここは普通に攻撃するだけか。一応ネズコのスキルでね、覚醒無効解除できるんですけど、ネズコのスキル使うと火力、火属性のね火力とかが上げることができるので、はい、なんで半分削ってから一気にそれで倒すっていう方がいいかなと思って、ちょっと温存してますね。なんでここで、95% 撃減貼られて、ここから増白点と禰豆子とで天使の悪魔も使えたら多分最強の火力が出せるんじゃないかなと思います。ただ今回ね76番目に変えてないけどこれで倒せてるんで、まあ、別にねあの無理にしなくても、まあ、いいんじゃないかなって感じですね。まあ、操作時間9秒しかないんでね、なかなかきついんですけど、こんなけのね、こんな感じのパズルでも大丈夫っていう。はい、で、落ち込む乗ってないんでね。はい、それでもここから倒してしまうというね、非常に強かったですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をしてもらえると非常に嬉しいです。ではまた次回作でお会いしましょう。